はい、ネトヨの前から4列目、どうも闇のクワさんでございます。はい、前から4列目、わかんない方はですね、4列目って入れてね、その後ね、カンナオトって入れて検索をしてみてください。はい、そんな感じです。ということでですね、北京オリンピックの裏側がやべえという、そういうお話でございます。今ね、北京オリンピック明日が開会式で、もう始まってる競技は始まってますよね。で、日本のね、マスコミだけ見ていたらですね、何やら盛り上がっておりますっていう感じなんだけれども、海外のマスコミ皆さん見てみ。いかに日本のマスコミがね、北京オリンピックのことをですね、好意的に報道しているかっていうのがよくわかります。北京オリンピックガチクソやばいでございます。一番やばかったのがですね、これご存知の方も多いと思うんだけど、ほら、中国がですね、北京オリンピック出場選手とか、あと関係者にですね、の携帯にですね、導入することをね、指示している、MY2022、MY2022 って読むのかな？はい。要するにね、これね、コロナのですね、対策でですね、このアプリを入れていただいて、で、居場所であるとか、体温であるとかっていう情報をですね、ちょっと中国共産党にくださいよみたいなアプリでですね、これ義務付けられてるから、今回北京オリンピックの関係者とか選手を含めると、だいたい3000人くらいがですね、世界から集まってくるんだけど、この3000人全員が入れなければならないって義務付けられてるんですよ。でもですね、このアプリね、やべえよなとね、アメリカ政府なんかが言っていたんだけれども、これね、完全にこれスパイアプリだぞということを言っていて、だからね、個人の携帯を持っていくな、個人のスマホとかパソコンにですね、このアプリを絶対入れちゃいけないとね、だからですね、世界各国の皆さん、できるだけですね、なんかプリペイト携帯とかをですね、選手の皆さんに渡してあげてくださいみたいなことをアメリカ政府言ってたじゃないですか。ね。で、これね、俺分かってなかったけど、これね、アメリカ政府が言ってたんじゃなかったのよ。はい。なんとね、FBI が警告出したんですよ。はい。この FBI の警告を日本政府ゴリゴリに無視をして、ね、JOC がですね、これね、IOC の発表そのまま信じちゃって、なんかあのアプリ大丈夫みたいですよ、みたいな感じで、JOC はですね、対策ゼロでですね、全選手を今北京にね、放り込んじゃいました。ね。1月の31日くらいにはですね、日本選手団のね、本体83人でしたっけ？ 83 人がもう北京入りしていて、もう、ね、時すでに遅しっていう状況だったんですよ。でもですね、この FBI の警告でございますから、世界各国ガチガチに信じていて、これ見てこれ、ね、関係者3000人入るんだけれども、そのうちのですね、1000人、そのうちの1000人がですね、もう使い捨て携帯を持っていると、怪しいアプリを義務付けられて、こんなもんですね、個人の携帯に入れたらですね、個人情報全部盗まれるわということで、3000のうち1000人がですね、もう対策済みなんですよ。でね、これね、3000のうちね、もう半分くらいはね、これ親中国家、ね、アフリカなんかも含めてですね、中国からお金をもらっているですね、ヨーロッパの中にもありますよね。うん。そのね、中国からお金をもらっている国々はですね、そういうことしませんよ。だって中国のご機嫌損ねたら大変じゃない。うん。だからですね、やんないんですよね。でもですね、やっぱりね、これやってる国、これ1000人のうちですね、こう見て、アメリカ、イギリス、カナダ、スイス、スウェーデン、ドイツ、オランダ、この辺はですね、対中包囲網ね、対中包囲網をちゃんと敷いている中国は危険な国であるということがね、分かっている方々は、やっぱりですね、中国に個人の携帯を持っていかせるのは絶対まずいということで、この、なんだろう、このプリペイト携帯なんかはちゃんと渡してるんだよね。だからね、3000人中1000人がですね、中国のことを怪しんでいるというような状況に今なってるのよ。これ日本のマスコミだけ見てたらわかんないでしょ。じゃあ日本はっつうとですね、日本はさっきも言った通りですね、対策ゼロ。JOC 何も知らせずにですね、対策ゼロで選手をですね、北京にぶっ破してしまいました。これはまずいと思うんだけどね、はい。というですね、こういう形で、はい、日本政府完全にですね、これね、FBI のですね、警告を無視しましたので、この記事読んでいきたいんだけど、他にもね、世界でね、報じられてる北京のやばいとこ、いっぱいあるのよ。もうこれ読んでたらね、時間減らいことになっちゃうから、一個だけ紹介すると、北京の雪がやばいんです。はい。人工雪のコースは、防弾の硬さと、はい。防弾、弾を弾き返すんじゃねえのか、この雪はという形で、スノボの女王がですね、不安視をしているっていう記事なのよ。これね、AFP 通信、海外の記事なんだけど、これ何かっていうとですね、北京ってもともと雪降らないのよ。ね、雪が降らないところで、なんで北京冬季五輪をやってるのっていう話なんだけど、まあ、雪が降らないところで北京五輪をね、持ってきちゃ、冬季五輪を持ってきちゃったもんだから、もうね、人工雪を降らせまくったのよ。ね。今ですね、テレビの画面に映ってる雪っていうのは、全部人工雪なの。でね、この人工雪が、めちゃくちゃ硬いのよ。これ言ってるのはあれだよ。マスコミの人間が言ってるわけじゃなくて、2大会連続金メダルを取ってる、もうスノボの女王中の女王の方がですね、おっしゃってるのよ。ね。このね、スノーボード女子スロープスタイルで五輪3連覇を目指しているアメリカのですね、ジェイミー・アンダーソン、この方がですね、北京に先に入ってですね、この人工雪で作られた
コースを滑ったんですよ。したらですね、もう死ぬほど硬すぎて、こんなところでですね、滑ったら怪我するぞと。うん、北京冬季五輪のコースは、防弾の氷のようだ。ね、銃弾を弾き返しそうだということを言ってるのよ。で、人工雪の上をですね、滑走するのが怖くなったと不安を示したと。わかりますこれ。もうね、やば、こういうね、北京の雪ってこういう形でですね、選手に怪我をさせかねないのよ。ね、これね、これ2009年には、脾臓破裂で6日間集中治療室で過ごすなど、これまで何度も大怪我を経験しているアンダーソンさんはですね、北京冬季五輪の会場は非常に難しく、初練習はちょっと大変だったとコメントをしていると。ね、多くの選択肢があると。で、雪のコンディションを考えたら少し怖くなったとしつつ、どんどんマシになっていくとは思うんだけどね、と話をしたと。ね、これ見て、多くの選択肢があるということは、雪のコンディションが防弾並みに硬すぎるから、辞退しようかなという話をしてるんだよ。これどんだけの問題がわかる？ほんでね、これ雪の問題ってね、今ね、記事は出さないんだけれども、雪の問題ってね、もう一個あってですね、北京ってもともと雪降らないって言ったでしょ？雪が降らないところにですね、オリンピックを開くことができるくらいゴリゴリに雪を作っちゃったんですよ。で、ね、今心配されてるのは環境問題なの。ね、北京冬季五輪が終わったらですね、この雪は溶かすわけだけれども、ね、雪が降ったことがない土地に、もう強引に雪を降らせて、強引にその雪を固めてコース作っちゃったもんだから、冬季五輪が終わった後の環境破壊が多分やばいことになるぞっていうことで、これもね、海外のマスコミがですね、大騒ぎしてるんですよ。そりゃそうだよ。雪降ったことないところにですね、オリンピック開けるくらいのね、雪を強引に降らしたら、その雪が溶けた後、もう環境破壊えぐいことになるよ。はい。こんな感じでね、もうね、北京冬季五輪のね、これ裏側の話ってね、もうやばすぎるのよ、ほんと。でね、日本はって言うとですね、こんな感じかな。日本の報道を言うとですね、はい、バッハさんの、IOC のバッハさんの銅像ができました。音楽家のバッハかと思ったよ、というけどね、もう、アホの極みみたいなニュースをですね、日テレが流していたりでね、今回ね、NHK に加えてね、日テレがね、やたらオリンピックを押してるんだよね。これね、今日の朝のね、動画俺見たんだけど、まあ、その方、まあ、アナウンサーだから、まあ、出さないけれども、あのね、日テレのですね、辻岡アナウンサーという男のアナウンサーがいるんですよ。この方がね、今日の朝レポートをしておられたんだけれども、なんかね、切ったね、どこの駐車場だかよくわからない、だから会場に多分入れてもらえないんだろうね、まだね、うん、なんか切ったない駐車場でですね、もうすぐ北京オリンピック始まりますとか言ってね、現地は寒いですとか言ってですね、でですね、なんかね、これ知ってる、このビンドンドンって知ってます？ビンドンドン、これね、ビンドンドンっていうね、タヌキじゃないや、タヌキじゃなくて、なんだっけ、パンダのキャラクターなんだけど、これがね、あのマスコットキャラになるんだけども、このマスコットキャラのビンドンドンが可愛いんですということを言ってですね、何やらクソ寒いとか言ってたくせにですね、コートを脱ぎ始めて、ビンドゥンドゥンのね、絵が描いてあるね、T シャツをね、ほらーって全国のネットで見せるっていうですね、なんだこの番組、なんだこの番組、はい、日本の番組、マスコミはですね、こんな感じでございます。はい、もうね、危なさをね、何一つ報道する気ございません。ギリギリ NHK がですね、はい、JOC がですね、この、FBI のですね、警告を無視したぞっていうことを流したくらいだかな、うん、ということでですね、これね、はい、これ FBI どんな形で警告をしているのか、ちょっと読んでいきましょう。でね、これね、選手の皆さん、ちょっと言っておくわ。もうね、オリンピック行っちゃってるだろうから、もう行った限りはですね、日本の素晴らしさっていうのをですね、頑張って世界中に見せつけてきてください。そしてね、それと同時にですね、本当無事帰ってきてね、なんか韓国が昔ね、野球でやったみたいにですね、なんだろうな、やっぱりね、国を背負って行ってらっしゃる方々ですから、日本に対する思いとかね、国に対する思いってね、下手したら僕たちより強い方々が行ってらっしゃるんじゃないのかなと。で、そんな方がですね、ウイグル人ジェノサイドとかね、知ったらですね、許せんってなる可能性あるのよ。だからね、競技のどこかで、ね、人権弾圧は許さないみたいなね、なんかね、旗とか上げるかねないなと思って俺心配してて、もうね、そんなことやらんでいい。もうやらんでいいよ。それやると、ガチで逮捕されるから。いや、もう、IOC と北京オリンピック委員会がですね、もう発表しますからね。なんかそういう政治的な活動をやっちゃったらですね、中国の法律に照らして逮捕する、拘束するっていうことを言ってますから、もうね、絶対やらんで、もう日本のことが大好きだっていうのは分かってますから。だからね、もうね、そういうね、なんかアピールはですね、日本でね、韓国がやった、日本とかアメリカで韓国がやらかしちゃったりしたら、ふざけるなって僕たちは怒るだけだけど、中国で同じことやらかしたらですね、ガチ逮捕、ガチ拘束、そして牢屋にぶち込まれますから、日本帰ってこれなくなりますよ。うん。だからね、そのやらんでええからね、とりあえずね、競技だけ頑張ってね、そして無事帰ってきてください。それを心から祈ってます。でも、携帯の電源は切っといた方がいいよ。うん。あんたたちみんな個人の携帯持ってってるんでしょ？情報を盗まれるよ。はい、FBI の記事読んどくからよく聞いといていきますね。FBI、北京五輪に個人の携帯電話を持参しないで、アメリカ選手に警告。ね、これ、アメリカ選手への警告だったんだけど、さすがに FBI のですね、警告ですから、世界各国がですね、注目をしちゃってですね、オランダとかですね、イギリスとかもですね、
選手もですね、今自分の携帯持って行ってません。ね。でも日本は、ね、中国におもねったんでしょうかね。持って行っちゃいました。はい。FBI はですね、31日、サイバー攻撃の危険性を理由にですね、北京冬季五輪に出場するアメリカ代表選手らに、個人の携帯電話を持参しないように呼びかけました。FBI はですね、通知で、具体的な脅威は把握していないとしながらも、すべての選手は、携帯電話を自宅に保管して、臨時の携帯電話を使うように求めると強調しました。デジタル環境に十分注意して行動することが重要だと警鐘を鳴らしたと。ね、FBI の警鐘だぜ。これ、言うこと聞いとけよと思うけどね。はい、またですね、新型コロナウイルスの検査や、ワクチン接種状況を調べるアプリの利用によって、個人情報の流出に備えてですね、追跡ツールやマルウェア、要するに悪意のあるソフトをインストールされてしまう可能性があるんですよと警告をしました。北京五輪ではですね、すべての選手に対して、健康管理アプリ、MY2022 のインストールが義務付けられておられます。はい。で、2018年のピョンチャン冬季五輪ではですね、ピョンチャンでしたっけ？忘れちゃった。ロシアのですね、サイバー攻撃によって、開会式の最中に公式サイトがダウンするなどの問題が発生と、FBI はですね、個人情報を収集する悪意のあるモバイルアプリなどの利用によりですね、攻撃が可能になってしまったと指摘をしました。去年のですね、東京五輪で通信サービスを提供した NTT によると、同五輪でですね、サイバー攻撃は4億5000万回以上、4億5000万回以上に上りました。対策の結果ですね、大会の運営の影響はなかったものの、そのほとんどがですね、マルウェアや電子メールの成りすましによるものだったというとね、要するにですね、でもこれはですね、なんとかセキュリティソフトでなんとかなったんだろうけども、今回に関してはですね、セキュリティソフト関係ないからね。だってアプリをですね、中国共産党が作ったですね、MY2022 ってアプリをですね、全員の携帯に入れなきゃいけないというのを義務付けてるんですから、もうセキュリティもクソもないぜ。もう好き放題荒らされるよ携帯を。はい。でアメリカオリンピックパラリンピック委員会も、すべてのテキストメールやメールが監視または侵害を受ける恐れがあると述べ、アメリカ代表選手らに使い捨て携帯をですね使用するように勧告しました。はい。オランダ、イギリス、カナダ、スイス、スウェーデンもですね、同様の理由で選手とスタッフに未使用のデバイスを一時的に提供する予定であると。でその人数がですね、3000人中1000人とね、3000人中1000人がもう最大限の警戒をしてですね、北京に入るっていうですね、何のためにオリンピックやってるのかな、これの一体どこが平和の祭典なのかな、こんなお前お互いが警戒してるっていうね。ちなみにね、北京五輪のですね、警戒に当たってるのは人民解放軍です。北京オリンピックの警戒に当たってるのは人民解放軍なんです。なぜかというと、北京オリンピックのせいでですね、西安とかね、天津でですね、暴動が起きているでしょ。これも有名な話でしょ。この暴動がね、北京オリンピック中にですね、北京で起きたらもう大変なことになるから、そうなったら速攻で鎮圧しなければならないとね、武装警察では足りないと、よし人民解放軍だということでですね、軍隊がね、地球上で一番恐ろしいと言われる人民解放軍が、北京オリンピックを警備しています。選手の方々、もうほんと無事で帰ってきてね、頼むよ。はい。コロナ対策と、これ、この記事一応読んどく。はい。北京冬季五輪選手ら、1000人使い捨て携帯、怪しいアプリ義務付けられということでですね、はい。コロナ対策とともに、個人情報の保護が課題の北京冬季五輪と。何これ？個人情報の保護が課題なの？うん。何そのオリンピック。はい。大会に参加をするですね、欧米7カ国の選手やコーチら約1000人がですね、情報の抜き取りを警戒して使い捨てのスマートフォンを使う見込みだとイギリスのメディアが報じました。アメリカ、イギリス、カナダ、スイス、スウェーデン、ドイツ、オランダ、各国、関係者はですね、中国の通信回線を通じた、個人情報抜き取りや行動監視を警戒して、自国の選手に使用のスマホを持ち込まないように呼びかけているとね。西側で対中包囲網を敷いている世界各国はですね、やっぱり情報を盗まれてしまうのがまずいので、こうやってねちゃんと警戒をしてるんですよ。なんで日本で何もしないのこれ。はい。 FBI も使い捨て携帯を使うように促す事態になってしまってると。こんな危険な大会なんで開いてんだろうね。大会ではですね、各国代表団や報道関係者などが入国前に公式アプリ MY2022 をスマホにインストールして、健康状態を申告することが義務付けられているが、アメリカなどの情報セキュリティの専門家はアプリが不正にアクセスを招く可能性があると警告をしています。これね、トロント大学の教授がですね、このアプリを解析したところ、はい、やばいアプリだということが発見 されてますよね。確かね。はい。中国側はですね、反発をしていると。ふざけるなと。いや、まあ、中国側としてはそりゃそうだろうな。うん、だって、北京オリンピックに行く人たちのうち3分の1がですね、中国はやばいと思いながら最大限の警戒をして、ね、パソコンもスマホを持っていかないんだよ。そんな大会ありますか？完全に敵国だよね、これね。習近平国家主席は1月に国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長と会談をした際ですね、オリンピックに約90カ国、地域から3000人が来ると
ートを誇示しました。しかしその3000のうち1000人は自分の携帯を怖くて持っていきませんでした。多くの関係者の疑念がですね払拭できないままの開幕となるという形でございます。ほんでねこれ思ったんだけど、例えばね台湾も行くでしょ。でも台湾はですね多分ね対策してないんですよ。なぜかというと台湾の選手の情報はもうおそらく盗まれてるから、おそらく全国民の情報を盗まれてるから。うん。というか、諦めのもとですね、台湾は多分対策やってないと思うんだけど、これ日本も対策やってないんだよね。で、日本もさ、これ下手したら台湾と同じ理由じゃね？いや、ガチで。もうすでに日本人の情報ってね、もう丸ごと盗まれているから、もう今更対策しても意味ないですよ。あははーっていう形でですね、日本選手団83人はですね、もう速攻で北京に入ってしまったんではないのかな。たまらんな、おい、たまらんな。もうなんか思わぬところでですね、親中国家日本をさらけ出してしまったね。だってさ、対中包囲網を敷いてるこのアメリカとかイギリスはちゃんと対策してるのに、なんで日本は対策しないの？それはに日本がですね、中国に思っている親中国家だっていうですね、何よりの証明なんじゃないのかな。残念だね、残念だね、ということですね。こういうね、ほんとね、裏側見たらですね、もう北京オリンピック全然終わらないから、やばい情報いっぱいありますので、で、その情報っていうのは北京オリンピック最中もですね、ガンガン海外のマスコミから上がってくると思いますので、もう面白いのがあったらですね、もうガンガン私の方で動画を作っていこうかなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで熊さんの動画を終わりたいと思います。北京オリンピックの選手の皆さん、頑張っていただきたいという気持ちがあるんで頑張ってください。でもね、何回も言う、ほんと無事帰ってきてね。ほんとね、人権侵害許さないっていうですね、気持ちの方多いのは僕はわかるよ。多分多いでしょう。うん。でもね、おかしなことやっちゃったら、拘束されちゃうから、ほんとね、もう何もせんでいい。何もせんでいいよ。そんなんで俺ら攻めないから。もう日本人攻めないから、そんなんで。ね。うん。だからね、無事帰ってきてください。お願いします。というわけで、この動画終わります。バイバイ。